速報サッカー韓国代表、アジアカップ準決勝へソン・フンミンが PK ダッシュで大逆転フリーキック。ソン・フンミンが土壇場 PK ダッシュ逆転 FK 弾120分の死闘の末、韓国代表がオーストラリア代表を逆転で下し準決勝へ。この試合の疲労と消耗はでかい。サウジも強襲も守りに入るのが早すぎる。日韓戦やりたくないからイランに負けていいよ。アジアカップ金なら兵役免除あるんだって？今回該当者そんなに多くはなさそうだけど。ないの？アジア競技大会はあるのにアジアカップないの謎すぎやろ。いやひどい自滅だったな。まあ OG にしてはよくやったんじゃない。ワールドクラスさん、ひしめく韓国に自らやらかさなければ完全に勝ってたしな。前半からは考えられない結果。サッカーは恐ろしい。 OG が余裕あったのに全員引いて守りっぱなしやったやろ。あの消極的な姿勢が韓国の執念ゴールを招いたな。でもマジですごかったな。震えたわ。ご視聴ありがとうございます。ぜひコメントよろしくお願いします。